内海俊勝ラブ&ピース同じ空の下から。 This program was brought to you by 株式会社ハマデン、登る靴店スーパー G、 ナチュラルフーズショップ新鮮、 EM 生活、 PCI ジャパン。電気工事を通じ建物に命を吹き込む、それが私たちの使命です。各施設から一般家庭まで電気工事のことはお任せください。 044-223-8616 暮らしを明るくする株式会社浜電。本物の食をあなたに、ナチュラルフーズショップ新鮮、自然農法 EM 蘇生栽培農産物、各種無添加食品、 EM 関連商品をはじめ環境生活雑貨を取り揃えています。暮らしと地球を整える微生物の力、人と地球と微生物のいい関係、EM 生活。PCI ジャパンでは、エグゾティックギターズ、エグゾティックエフェクツ、EWS ジャパン、ローヴィンテージなどを取り扱っております。赤坂に試奏スペースを設け、ギター、ベースの修理、調整なども行っております。どうぞ、お気軽にお越しください。はい、こんにちは。はい、ね、うん、なんと今日は400回。お、400回。すごいぞ、さっきね、正直から。はい。びっくり。知りませんでした。全然なんかね、うん、だって意識してないですか。ね、1年以上毎日通ってるってことですよ。そうだよね。100回。うん、すごい。400週だよ。400週。ね。信じられないね。ね、ちゃんと生きてこられてよかった。ね、まあ、と言いながらも今年はもう終わりで。うん、終わりですね。最後ですね。今日はね。北郎に来て。北郎ちゃん、こんにちは。こんにちは、どうもよろしくお願いします。よろしくお願いします。400回目いいんじゃないですか。記念すべき。記念すべき。自分の番組も今年始めたことでしたね。本当に、うん、5月からね。ぴったりじゃないですか。ね、で今度まあ3月も一緒にやりますけどね。あ、そうですね。そうそう、サムズアップね。来年3月でサムズアップで。それで新しいアルバムも出して、どうですか。だいぶ慣れましたか。番組？番組の方は、自分の番組は。どうかな、どうかなですね。まあでも30分だと結構、うんうん、あっという間ですね。あっという間ですよ、ね。あっという間。うん。気がついたらもう終わっちゃってた。気がついたら終わっちゃう。ね、うん、そんなことがあるの、ね。でも北野さん滑舌いいからね、ポン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 と、流れるようにポン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 。うん。キャリアを感じるね。キャリア。やってないのに。うん、素晴らしいですよ。楽しみですね。いえいえ。目指せ400回。400回ね。俺はね、うん、俺はねって私はね、うん、35回ぐらいみたいですよ。あ、そうなんですか。でもそんなやってるんですね。ほうほう、うん、もう35ですか。いや、年ですか。年、いやいや、年は年は聞いてない、聞いてない。永遠の19歳ね。そういう人いっぱいいますから、ね。はい、じゃあ、まあ、北野の曲ちょっと聞きましょうよ。あ、そうですか、ありがとうございます。はい、じゃあ聞いてください。はい、はい、どうなんでしょう。じゃあ影山北郎で、うん、ルートセカンド。キャーン、一緒に。いい途中でずらしたりもしないけど、練習した大丈夫。北野ちゃんバイクの免許持ってる？持ってます。あ、うん、バイク、あ、中型ね。中型って何？400cc バス。スク
クーターですか、要はその 50cc 乗ってても60cc ぐらいすぐ出るじゃないですか。そんで中型取って、で 90cc の、なんかスクーターに乗ってたんですよ。そうですね。今はもうちょっと大きいの乗ってるの。今はですね、ちょっとお酒飲んでも大丈夫な自転車。あ、自転車ね。ダメだ。でも自転車も捕まり。あ、そうね。飲酒も。そうですよ。あんまり酔ってるとね。俺は怒られたことあるよ。何だよ、なんて。少し休んできなさいとか。そう。俺も鶴見で飲んで、一回捕まって、森永工場のところ捕まって、ほんで、その後、うーっと家の近くまで行って、で、駒岡でまた捕まって、さっき捕まったばっかりだけど、同じこと言うんですか、また。職務質問2回と同じだよ。同じだから、今捕まったばっかり。あのね、これちゃんと聞いてて、ゲロンゲロンになってる状態ですよ。だからその飲めないとか、それ以外は口頭注意って言われてますけど、だから本当に、あとはなんかケースバイケースで、なんかそういう、なんていうか、罰金だとか、なんかになるらしいですよ。やっぱり下がらないで、すいませんって謝っておけば大丈夫みたいな。下がらちゃったりすると、公務執行妨害になる。これだけで言えよみたいに言っちゃったら、はい、飲んでねえかよとか言っちゃダメなんです。バイクはそういうことです。だから壊れかけの自転車で、あの川崎のビアホールで可愛い子がいるからちょっと行こうっていう感じなんですよ。勢いで勢いで。それを超えて。昼間は農作業やって市場行ったりやって夜走りに行かないと行かないと。そんな内容で行かなくちゃ、行かなくちゃ、君に会いに行かなくちゃ。なんか戻ってまいりましたよ。マードックさん、はい、マードックさん、これなんか戻ってくる、なんでこれ戻ってくる、これはハンタッチ、俺これ入ったの、あ、ケースだけだ。なんか必要ですか。俺でも貸しカード抜いちゃってるからね。はい、先週のちょっと読みそびれたからちょうど来てくださったんですね。まあそんな感じ、はい、まあそんな感じ、まあそんな感じ、ね、ルートルートセカンド早かった。まあそんな感じ、まあそんな感じです。うん、いいですね。国道2号線だよね。だから国道1号線、うん、ルート1なんですよね。ルート1なんですか、ね、だけど、第2京浜って言ってて、うん、僕ら鶴見京浜館、第3京浜、第3京浜ありますよね。で第三京浜というのは、なんだっけ、江北だとか、東名の方があって、で、第一京浜というのは、なんだっけ、海沿いに走ってる。海沿いに走ってる。で、これは第二京浜っていう、ルート、東海道のこと言います。東海道に。もう走ってるってこと。うん。僕らみんな二国って言ってますけど。二国。そうなんですよ。だから、それの名残が、ね、ですね、鶴見のですね、鶴見川崎のところで、知ってっていうところなんですけど、はいはいはい、そこにね、なんだっけ、第二国道病院っていうのが、いまだにあったんだなと思いますけどね、看板が。国道病院、うん、と思います。知って。知ってた。だこの辺の人は二国って言いますから。病院のことは知らなかった。うん、知らなかった。今度ちょっと気にしてみてください。はい。川崎ですよ ね川崎、うん、ご当地ソングですよね、うん、ご当地ソング、うん、はい、そうです、はい、はい、うん、でいいお店もついてきますか。いいお店、いいお店ですか。いいお店もついてくる。何ですかそれ。そういうふうにさっき言ったじゃん。ああ、そっか、ビアホール、ルートセカンド、そうそうそう、うんうんね、だからそのお店に可愛い お姉さんがいて、うん、昼間は農作業して、うん、畑とかやってんだけど、夕方になったら、そういえば、いたなみたいな感じで、神さん聞いてんじゃない。聞いてないと思う。そんで勢いで飲みに行くっていう、なんか、うん、人生謳歌するぞみたいな、まだやることあんぜみたいな、うん、感じの歌です。元気出せ。バイクで行っちゃうの。自転車、自転車。自転車ね、うん、はい、それで、自転車でね、酔っ払っててもね、捕まっちゃうからね。たまにね、たまに気をつけないと、はい、気をつけないとね。そうです、はい、じゃあもう一曲いきましょうか、ね、もう一曲いきます、ね、いきましょうよ。やった、連続ですね。連続。じゃあ、私の CD のルートセカンドの中からですね、これ最近なんかね、人気があって、人気あって、これいい歌だなって言ってくれる方が2、3いらっしゃいましたので、どうか聞いてみていただければと思います、はい、じゃあ秋の雨、キャーキャーを入れた。
しめな、こういう感じで、こう大人しめ、でもね、一人酔いとかこういうなんかゆったりめの曲も合いますね、はい、あ、そうそう、あ、そう、内海さんに言っていただいて、前の詩人の中で一人酔いがあるんですけど、あれが一番いいって言っていただいて、あれが好みだったで、内海さん手伝ってもらってますんで、うんうん、僕はあの、ね、ため息は来たみたいでしょ、ため息は俺がため息やったらおかしいだろ、そうそうギターのため息なんだ病気だよ、病気好きなのに一つにならない、意味深いさっきもね、内海さんが喋ってたけど、歌だからこれ歌だから歌だから3分、ね、4分の間に、ね、意外なことばっかり言ってるわけですよ、うん、そ, う そ, うその辺りにストーリーをちゃんと作る、うん、勝手にね、妄想だから、ね、妄想、ね、そうそうそう、全ては妄想だから、ね、そう妄想だけみたいなもんですよ、ね、よく言ってんですよ、歌だから妄想にどう加担するかは人によって違いますから窓の外に手なんか繋がないでしょ、普通繋ぐか、その窓にいるよね、窓の外で手は、でもさ、あの猫とさ、あのその飼い主の ね、お姉ちゃん成長していって、で別れる時にね、あれ何ですか、ね、ガラス日本生命か、え、生命保険、ガラス屋さんの生命だよ、生命保険、あと生きるってことがどうのこうのとか、ね、あれはいいね、ああいうあくすぐるんだ、ね、聖教新聞みたいなところ、聖教新聞をくすぐるじゃん、ありますよ、ね、あんまり聞かないか分からない、そう、うん、何それ、 CM でしょ、言葉とかさ、あの言ってるのに弱いね、はい、うん、正月、そうです、あ、そう、そう、当たってます、いいかもね、正月、はい、ね、当たってます、はい、はい、当たってます、うん、は、箱根、あ、箱根駅伝、はい、当たりです、はい、あ、合いそうだね、まあ、それはどっちかというと、ね、第一京浜の方を走ってくるんじゃないかな、戸塚あたりから東海道に行ったかな、確かどうだったっけな、最初に日本橋からは走ってるか、ルートは、うん、みんな応援しに行くんですか、行かない、行かない、行かないあれ鶴見の中継所ってのあるけど、あれは、15号の方じゃないですか、うん、京浜鶴見、辰巳さんがあれですよ、はい、ガットギターを弾いてるんですけど、うんうん、ガンボスタジオに置いてあったガットスタジオだとね、1000円ぐらいのガットスタジオ、あ、ガットギターなんで、あ、そんなに、いや、これちょっとこれ使うべってことでもすごい、そんなね、聞こえないですよね、あ、聞こえないとか、いい音に、イエイ、ね、イエイで、秋の雨という歌でございました、ね、まあ、期待じゃないですか、うん、今、ね、うん、もう冬、もう冬ですか、クリスマス過ぎました、あ、もうそうだね、クリスマスも終わっちゃったんだね、終わっちゃいましたね、もうちょっとしたら正月、あ、もうすぐ、ね、もういくつ寝るとお正月ってことですか、うん、ね、でも北野ちゃんはクリスマス大好きなんでしょ、クリスマス好きですよ、ね、クリスマスソングが大好き、そう、ソング聞くの好き、うん、いいこと、いいことが、あ、クリスマスソングが好きと、好きですね、なんかこの街中っていうのかな、うん、なんか、特に都会をなんかイメージしちゃって、うんうん、なんか寒さとそれがマッチするっていうか、うん、のような気がするんですよ、僕、まあ、あの空気が冷たい方が、ね、空気が冷たい、そうそうそうなんです、また雰囲気変わりますから、ね、はい、でもほらね、あのこの間、うん、北野さんに聞いたところ、うんうん、お昼ご飯を一人で食べながら、うん、そうそうそう、クリスマスソングを聴いて食べてる、だから25日まではすごい素晴らしい、そんな感じで、あの昼僕一人なんで、かみさん仕事行っちゃってから、うん、で、あのちょっと冷たいご飯があって、
それ一人で食べるんだけど、で近くに姫子ちゃんいるんだけど、うんうん、姫子ちゃんはただぼーっとしてんだけだから、そうでクリスマスソングずっとかけながら、一人クリスマスやってるの、お昼。お昼。でもう過ぎましたんで、涙が出てくる。でもね、冷たいご飯全く。切ない気持ちになってる。ちゃんとチンして温めますね。あ、そうか。まあ今そういう時代ですから。できます、私も。そうだよ。今冷たいもん時にね、冷たいもん食べないと。冷えちゃう。そう。お湯だって沸かせるよ。あったかいところでね、だからアイスクリーム食うって人もいますけどね。そうですね。いろいろ。まず今もそうじゃない。ハーゲンダッツとかみんなそういう宣伝じゃない。ああね。ね。溶けるまで待つみたいな。溶けるまで待つ。疲れるわ。この間ハーゲンダッツ食べました俺。あ、そうか。美味しいのは美味しいよね。美味しい。あの献血行って最後あのくれるんですよ。ハーゲンダッツくれるんですか。六つぐらいの中からなんか一個選びなさいって、あと20分ぐらい休んでいきなさいって言われたんで、じゃあハーゲンダッツだったらじゃあこれくださいって言って、それを食べましたね。なんか種類、あ、そうですか。種類は一種類だったような気がする。でもまあ糖分が必要なのかな。どうなんですかね。カロリーが必要なのかもしれない。400cc 取られちゃった。取られちゃった。取られちゃった。提供したというか。でもすぐ作ってくれるんだもんね、体が。体がね、だと思いますね。やっぱ献血に皆さん。行きましょう。そうですね。できる方。広瀬すずさん言ってますから、川崎 FM。ね、言ってますね。大事だよね。それでいい。川崎 FM にちょっと協力しなきゃ。協力。そう。皆さん。感化されて。お願いします。私はできないかもしれない。私もちょっと血が薄いんで。そんなことでございます。頭も薄くなってきちゃいます。頭いろいろよくわかんないよ。もう曲行きましょうよ。曲いいですね。曲いきましょうか。曲ね。そうですね。私あの好きな曲今日選んでまいりまして、で内海さんが今年あの新曲ね矛盾というのを出して非常に売れ行きがいいめっちゃいますよね。だと思います。だってその中で特に好きな曲一曲ありまして、これちょっと聞いてみたいと思います。じゃ行きましょう。内海俊勝さん、月と太陽。キャー。そういう曲じゃねえっすね。すいません。じゃないですか。一応ほら、いろいろ表さないとね。そうだよね、表現するんですよ。台本ないから、ここに台本ない。私は、びっしり台本書いてる。だからやっぱりそれが本当は正しいことだと思う。そうなんですよ。自由なものは自由。台本あると台本に縛られちゃう。これを言わなきゃいけない。忘れちゃうこともあるけどね。なんかメモしとかないとね。で、なんか言わないと完全にメモすらしなくなっちゃった。あれと同じですね。歌詞カード見ながら歌うときあるじゃないですか。それどこだっけってやっちゃうじゃないですか。探したくなっちゃうよ。あれおかしいなっていう。ダメですね。頭の中入れとかないけど。かっこいいですよ、それ。すいませんね。何歳なんだか。21。21ですか。意外とそんなには見えない、そういう感じじゃない。だからその当時じゃ大きい方じゃない。大きいですよね。やっぱりいじめられてるから。粘ってんだよね。いじめられてていじめっ子になっちゃったから。いじめられていじめっ子になっちゃったから。いろいろ
あったんですね、伊藤レディ14歳のママさんのメールが。あ、なんか長い長いね、うん、それじゃあ次に読みましょうか、ね、でも全部読まなくても、うん、あ、そう、まあ、任せます、はい、じゃあロロ終わってからにしましょう。はい、はい、ありがとうございま す、 ね、うん、ね、月と太陽、これなんか好きなんですよ、私、うん、あ、そうですか、うん、やっぱり、まあ、あのね、出会うことはありませんけどね、出会うことないけど、お互いを必要としてます、ね、引き合うっていうか、絶対大事ですよ ね、 ね、こういう方いますよね、うん、います、こういう方、ね、うん、男と女もある意味そうですよ、そうじゃないですか、うん、絶対そう思いますね、深いです、深いですね、本当にいい歌ですよ、この歌本当にいい歌、うん、じゃあメール行きましょうか、メール行きましょうね、うん、じゃあね、お久しぶりですね、リトルレディ14歳のママさん、うん、ね、なんかしばらくなかったの、ね、そう、すごい心配してたんですよ、何かあったんですか、メールが届いてないのかなと思って何回も見たりしたんですが、うん、まあね、いろいろあったようです、うん、まあね、うん、お母様が亡くなったとかいろいろあったようで、はいはい、あ、そうかそうか、ね、あ、10月からラジオメールお休みしてたんですね、うん、うん、でも本当、うん、かなりショックだったと思いますよ、 うちの母も今いろいろありますけど、ね、そうです、うん、ね、そうなんですね、抱えてる時代ですから、うん、うん、うん、でもね、だんだん、まあ、お母様がいない新生活やることがたくさんあってバタバタしてるけど、うん、みんなで少しずつできることをそれぞれに頑張ってます、うん、そう、それしかないと思うよ、うん、よかった、うん、ねえ、うん、でも、私に主婦力がなく日々あっという間に時間が過ぎています、もっと上手にあれこれできたらよいのですか、いえいえ、もう、ねえ、そんな、うん、手を抜くときには抜いた方がいいです、うん、一生懸命やるときはやって、なんか抜きっぱなしですね、それでもまあどうにかなっちゃったどうにかなっちゃったいや、じゃあ自分のことですよ、あ、そうですか、私も主婦力ないなと思ってね、はい、うん、ね、で頑張ってますが、とにかく一日があっという間、今回のことでたくさんの方々にお会いしましたが、皆さん本当に素敵な方ばかりです、うんうん、今は自分のことをする余裕がないのですが、うん、それはそれ、うん、毎日元気で楽しく過ごしています、はい、毎週水曜日、うん、内海さんのラジオのことは必ず思ってました、ありがとうございます、うん、いつも元気をいただいていたので遠ざかるのは寂しいですが、うん、今日も内容が内容なのでメールどうしようかと思いましたが、うん、年内最後ご挨拶したくて書いてみました、うん、ありがとうございます、うん、内海さん、恵美さんの会話いつも楽しく元気をいただいてました、うん、 ありがとうございます、また落ち着いたらラジオライブ復活したいと思います、ね、 そうですね、その時はよろしくお願いします、もう気持ちの問題ですから、うん、もう気楽にやってください、そう、ね、ね、長々とすいません、うん、いえいえお二人とも良いお年をお迎えください、ね、応援しています、こちらこそですよ、ね、また落ち着いたらメールお待ちしてます、ね、またライブにも、ね、足を運んでください、みんなでね、うん、そういうことです、うん、ありがとうございます、メール嬉しかった、じゃあブスカ、ブスカちゃん、こんにちは、先輩、先輩、あ、そうか、先輩、リクエストピッキーズってなんだよこれ、うん、意味がわからないな、うん、ピッキーズって知ってる、ピッキーズ、わからなかった、リクエスト、まあ、まあいいや、うん、うつあゆみさん、あやのぼるさん、1年間お世話になりました、うん、こちらこそ、ね、うん、今年は仕事の関係でスタジオに乱入できません、あ、まあ、そうかね、仕事変わったんですね、またの機会を楽しみにしています、うん、さて、来年のえととにちなんで、うん、ヘルシーにまつわるビートルズの楽曲を探してみると、はい、ありません、はい、ないだろう、強いて言えばホワイトアルバムのピッキーズが、ブタさんの、あ、そういう意味でね、ブタさんなので近いのかもしれない、うんうん、やはりこういう時はうっちゃんの新婦からリクエストするのがマナーなのかもしれません、うん、笑い、そういえばあなた買ってないじゃないですか、まだアルバム購入してないじゃないですか、本当だ、お願いしますよ、うん、大丈夫でしょう、ええ、今度還暦誕生日の日付入りで嘘つくの、サインしてください、わかりました、うんうん、あ、年末に、特別落ちのないメールですいません、うん、まあ、アッポールの新曲のミュージックビデオが発表になりました、うん、あ、見てね、見てないな、まだ、うんうんうん、皆様良いお年を迎えください、はい、ね、ありがとうございます、先輩も風邪ひかないで、ね、ね、先輩ね、うんうん、先輩400回ですからね、400回、うん、ね、うん、ありがとうございます、お引き立て、先週来てた、ね、メール、ごめんなさい、ちょ、読みそびれちゃったリクエストは宇宙美さんのマードクさんね、うん、矛盾を希望します、あ、矛盾、ね、ちょうど先週ほら19日、そうそうそう、宇宙美さんほら、うん、クロコダイルでライブだったじゃないですか、ね、その時のことを書いてくださって、今午前10時過ぎ
ね、本来なら今日私は定休日で家でぐっすり寝てる時間なのですが、今日の明け方突然職場の上司から電話かかってきました。オイル交換、それとタイヤスタッドレスに履き替えてくるようにと強制的にお願いされてしまい、そんなわけで寝ることもできない今タイヤさんに来ています。夜間働いているため久しぶりに見る朝日が眩しいです。でこの後整備工場でオイル交換してからまた地元に引き返し支度を整えて今夜原宿へ行く準備をします。ね、原宿でのライブは私は初めてなので今からとても楽しみにしています。それでは失礼いたします。 ねマードックさん、ありがとうございます。また書けますからね。ね、というわけですよ。はい、あでも もう一方初めてじゃないですか。そうそう、ね、あった、俺覚えてるよ。あ本当に、ね、あリクエスト風になりたくてですよ、宇宙さんの宇宙の中、あれもいい曲ですよね。いい曲です。こんにちは、12月21日、久々の岡山でのライブありがとうございました。ね、ライブの後は一緒にいた、白下公営公会堂っていう、ね、ああそういうところの公会堂なんですけど、普通の店なんです、あの女性が多いっていうか、あの日ランチやってて、美味しかったよ。よかった。で一緒にいたスカル、バーの名前ですね、のマスターのところで矛盾を聞いてバスで帰りました。矛盾は毎日聞いてます、とても気に入ってます、次も期待しています、またメールしますのでよろしくお願いします、ですね、次も期待ですよ、ね、次も期待。矛盾の次は何ですか。矛盾の次、どうしようか、俺破産でもしますか。いや俺この間ね言ってたね、新しい CD を作ってってライブで言われてて、じゃあ CD の次は EF だなって俺あれ好き でちょっと使おうと思います。あそうですか。いやそんなこと言ったの初めてだよ俺。その前は AB かって言いました。マジいいな、宇宙人使って使って。破産よりいいんじゃない。そうですよ。EF ねえ、じゃあ EF にしましょう。あーびっくり。はい、じゃあ曲をね。曲ですか。本当にかけたいのこれ。本当にかけたいですこれ。俺恥ずかしいわ。20代の初めの頃に作られたんだと思うんですけれども、そういう思いになったってことでしょ。私見つけてきましたんで、キャロルの曲でございます。じっくり歌詞聞きましょう。そうですね、ちょっとじっくり聞いていただければと思います。じゃあキャロルでクーニャン。キャン。あちょっとクリスマスっぽいような。まあなんとなく若い。若いでしょ、声が。声が若いです。これ声もそうですよね。そうですよ。違う声に聞こえるよね。これちょっとあれですけど、やっぱり気分は中華っていうか中華っぽい感じはあったされてるんですね。この時また俺違うんでしょ、付き合ってたんだよね。違う違う人と教会の娘です。ああそうです。これちゃんとアップして前向かないとね、お腹が出て見えちゃう。この辺にさ郵便局ってあったっけ。隣あ隣郵便局。マジかよミステリーツアー。オッケー、マジかよミステリーツアー。何ですか。これ変な感じだな。かわいい。かわいいよね。21ですか。この時のこんなこと言えたよね。しかもこんな歌い方で。何考えてんの。だってその時は真剣だったんじゃないですか。真剣だけど。まあね、これ経験上でしょ。これ誰が吹いてるんですか、これリコーダー。俺が吹いてる。本当ですか。これちょっと聞いちゃおう。前回のこれはあれですよね、カズーをやられてましたよ、夢の中だけは。あだからジャンルバンド系はもともと好きだったみたいね。あなんかそういったいです、ね、あのなんていうのこう身近な楽器を使うっていうのは、はいはい、まあそういう体にあったのね。でとリコーダーってこれすごいですね。リコーダー本当のあのリコーダー、リコーダーじゃない、縦笛のリコーダー。あそうなんですか。これあれですか、3つに外れるやつですか。そうなんかこの間漫才でやってましたよ。ちょっと高級なやつかな。学校じゃ何枚ないみたいな。すごい。でもあれもピッチが合えばいいわけだ。なんかこの間やってましたよ、こう一番下がドだって言ってましたよ。そうそうそう、漫才でやってドレミファソラ、俺のドが出ないってやったら、あ引かねえよ、こうなんですドだって。
キャー、どうですかこれ、クーニャン、クーニャンって言うですよ、クーニャン、娘と書いてクーニャン、これだから中国語ですもんね、ね、で最後言ってみて、ウォンアイニー、大学の時に中国語を取ってましたけど、覚えたのはウォンアイニーぐらいですよ、ね、よく言うよ、ね、であちこちって言うんですか、ウォンアイニー、言うわけねえだろ、言わないですよそんなこと、まあ言わないよ、まあそう、なんか中国語って英語に似てるとかつって、うん、I love you って、だから動詞が来て、うんっていう、うん、で、もう会いに行って、そう言われる、うん、それで、だからそれしか覚えなかった、うん、うん、よくはで単位もらったの、I love you、いわゆる I love you だもんね、うん、え、宇宙美さん、この時宇宙美さん、歌ってる自分で、ね、中国語をちょっと勉強してしてないよ、してないよただそういうのもありかなと、ありかな、うん、いろいろです。だってクーニャンって言ってますもん。クーニャンってのは今はね、あんまり使われないみたいな。そうですか。あ、もう死語っていうか、古い言葉。古い言葉みたいな。娘とは言わないみたいな。あ、そうですか。その頃中華街フラフラしてるとかそういうことないですか。関係ない。行かないですか。まあ、どうしても。ね、なんかもういろいろ。なんとなく、ね、あなた辰巳の悪影響を受けてるような気がするよ。いやでもね、若くていい声、若くていい声って、まあ若いですよね、若いですよ、21人ですから、そうですか、やらしいったらしいなんでですか、爽やかなんかね、俺恥ずかしいですよ、そうですか、けども何やっても平気な、なんていうの、まあね、スター街道真っ白な時ですよね、もうイケイケですから、イケイケ、怖いものですよ、ないですもんね、モテたでしょうね、いや意外なことばっかりやってました、だから今この曲の中でも聞こえたのがリコーダーですよね、あれも自分で吹いてますから、これすごいですよ、すごい、あとピアニカとかね、いろんなもやりました、あ、そうですか、結構器用ですね、まあ、できることは何でもやってるんですよ、やってみたかったというかね、あ、だって前ちっちゃい頃ピアノ習って、まあ少しは、ね、弾けますけど、うん、でもまあ、それは高級ですね、高級ですよ、うん、かっこいい、まあまあ、まあ、いろいろ、まあ、それを話すと長くここじゃ言えないような話も出てきちゃうし、そうなんですか、長くなる、長くなっちゃう、まあね、あの、後にしましょうか、じゃあ後の席で、後の席で、後の席でそうですか、あ、おかしい、わかりました、うん、うん、そうか、あ、よかった、ちょっと若返った、うん、ね、うん、ありがとうございます、若返り、この間北村ちゃん来てくれた時、あ、いつだっけ、違うか、北村ちゃんの番組でしたっけ、うん、内海さんいらっしゃって、うん、内海さんの曲、うん、キャロルの時の曲、夢の中で、いい夢の中で、うん、それかけました、もうね、かけてくれ、うん、もうなんか最近だって歌われてますよ、俺歌ってるよ、俺、そう、うんうんうん、どうしたかなって、うん、もう、うん、あの、そうそう、うん、なんか やったらいいことがあるよっていうふうに、ん、言われたって言われてやったんだけど、あんまりいいことはなかったそうですか、たけちゃんが、たけちゃんと一緒にやった時、うん、あ、これいいじゃん、うちやんなよみたいな、うんうん、それから調子乗ってよくやってます、なんか新鮮ですよ、だけどこう聞いてて、そうかもしれない、うん、あの自分でも新鮮ですよ、うん、でよく、あの、よく考えたら、あの、うん、CD っていうかレコードレコーディングした時とこの進行違うんだよね、はい、あれ、そうだっけみたいな、出ちゃったりちょっと一瞬、うん、クーニャンは歌わないんですか今、たまーにです、 あ、歌います、歌うんですか、どうしてもって時でありますよ、うん、ああそう、うわー、大人になったクーニャン聞きたい、やだよ、やだよ、そういうのもう全然問題なく、この間違いなく頭の中全部入ってて、まあすぐ復活できるんですか、キーはちょっと変わっちゃうけどね、大丈夫ですね、うん、そんなに難しいコード使ってない、あ、そうですか、うん、使ってないですから、やっぱりリクエスト多いですもんね、この間の川崎の何でしたっけ、うん、ライブの時もモキャロル、あれやってこれやってっていうのは次から次へと来るから、やっぱりね、キャロルのファンは根強いんですよ、ですよね、だから、うん、まあ、ありがたい部分でもあります、ね、うん、次から次へとパパパッとこう蘇るんですね、うん、ただね、だからね、どの時には戻れないんですね、あで、もう65ですから、ね、来年66になっちゃう、それはね、みんな一つずつ、ね、ルート66、かっこいい、かっこいい、66、あれ、本当だ、行かなきゃいけない、本当だ、66行かなきゃいけないですよね、行かなきゃいけないです、行かなきゃあんまいいことないかな、分かんないなんかですね、辰巳さん先走ってましたから、あ、そっか、大丈夫です、うん、はい、あ、面白い、そうなんですよ、だから、うん、次僕ちょっとかけたいなと思う曲は、うん、やっぱり、同じような感じで、うん、長瀬辰巳さんが、うん、出した CD の中から1曲いきたいですけど、うん、いいですね、でこれも今みたいな感じですよね、うん、裏話だと、うん、宇崎竜童さんが20代の時に作られた曲を辰巳さんがピックアップしてきて、うん、で1番と 2番もあったはずだけどって言ったら、うん、宇崎さんが2番あったっけっていうで急遽作られたっていう、これが70超えて、ね、
の作詞と50年後の20代の時の作詞がマッチしてるんですよ。面白い。そういうですもんね。二次元的な感じの、全然違和感ないですよ。永遠の20代かもしれないですよね。気持ちが。でもそこのところちょっとじっくり聞きたいです ね。 そうですよね。1番と2番というかね。そうですね。じゃあこれ聞いてみましょう。これじゃあ長須辰巳で、ああ今。はい。やったからつけたんだと思うんだけどね。あ、そのためにやった。あ、この辺はああ今っていうのは前からあったやつ。サビなんじゃないですか。サビなんですか。あったんだよね。でも宇崎さんらしいって言うらしいけど、宇崎さんっぽくないって言うのは、なんか不思議な曲なんですね。ちょっと爽やかで、まあ、歌ってるの初めってのもあるけどさ、眠くなってきちゃった。さっきちょっと飛ばしてたんですけど眠くなってきちゃった。だんだん疲れちゃった打ち合わせで飛ばしすぎちゃった。疲れですよ。400回ですけど、まで疲れるんだよね。めんどくさいってのもあるけど、それ言っちゃうと全部止まっちゃうからね。来年9年ですもんね。これがですか。でももう今年で8年目じゃない。ちょっと待って。違う、11年に始まったから11年です。来年が8年目。来年8年ですね。そういうことになるよね。11年が11。そうですね。あ、そういうこと。2018ですから。来年は9年目になる。9年目か。来年の3月が9年目だ。分かったらやっぱり10年か。もうちょっと頑張ったほうがいい。10年で叶えよう。生きてるかどうかまず問題だ。あと2年だから。そうすると67。俺が来年、いや、あと2年、あと2年で67だから、そうまだまだ元気です。でもポールマクレーン76だからね。すごい。全然元気だもんね。ねえ。何食べたんだろう。いや、菜食主義だ。あ、そうなんですか。野菜だって基本的に。まあ全然魚とか食べてるのかもしれないけど、いろいろあるじゃんパターンが。なんか、あの菜食主義してもね、野菜しか食べない人もいる人は、そうそう。お肉好き。肉はいいか。うちの神さんお肉好きだ。肉なしだとちょっとなんか寂しくね、今年だっけ？今年じゃない。今年？あ、去年か。去年ですよね。
去年の9月頃かです、ね、はい、はい、うん、辰巳さん、ね、いい歌ってるとき2枚目っていうか男前喋、うん、ると、喋るとなんかちょっと下ネタの3枚目でもこれ詩がその何十年後かに書いたにしても、うん、まあ、違和感感じない、違和感ないですよこれ、だから宇崎さんすごいですね、さすが宇崎さんですね、うんうん、と思います、ね、え、うん、びっくりしました、ちょっとびっくりしたも、いい歌ですよ、いい歌、ね、いい歌じゃないですか、うん、ね、ああ、もうメールは全部読んだんでしたっけ、メール読みましたね、そうです、うん、はい、ね、ありがとうございます、皆さんも今年1年どんなでしたかね、ね、ね、うん、あなたはなんかあのいろ、まあ、いろいろ、まあ、でもみんなあるか、みんなありますよ、でもさ、そうそう、うん、楽しいことってあんまりないかな、あ、そんなことない、楽しいことありましたか、楽しいこと多いですよ、ライブですか、ライブ、私ほら川崎 FM やるようになって、うん、ったし、楽しいですよ、楽しいですか、うん、これ宇宙さんから振ってもらって生きがいになりましたね、生きがいですね、生きがいですか、そんなこと言っていいの、ライブワークライブワーク、すごい楽しいですね。ああ、よかった、うん。結構ラジオって病みつきになりますよね。うん、あ、そう。っていうか、その、なんか、聞いてくれてる方がいるじゃないですか。で、聞いたよって、反応がね。反応、あとメールくれたりとかのやり取りとかも、非常に楽しいですよね。本当だよ、うん、ね、よかった。俺なんかでいいのかって思うよ。いいんですよ。お店からの反応もあったりするんじゃないですか。お店からの反応、え、あの、お店から、いいお店を紹介してるわけですよ。そうそうそう。そうすると、うん、北野先生よく言ってくれましたとか、ありますあります、き、まあ、聞いてるかどうか分かんないもんな、あれ、いや聞いてる聞いてる、あ、だから僕あの事前に、うん、あのほら、なんていう、取材してるっていうか食べ行ってるから、食べたり飲んだりしていいなと、ね、そうそう思った店を紹介しますよっていうことで言ってますんで、うん、でそう紹介したでしょって言うと、ビール一杯ぐらい買う、投資してるわけだ、ね、しかも宣伝にもなってると、でそのお店を応援してるんです、うん、そういうことだよ、そうなんですよ、うん、それビール1本や2杯や3杯や4杯や5杯ぐらいは、うん、ね、っていうところで、ええ、はい、ね、北郎ちゃん、そうですね、来年の3月6日、はい、3月6日、はい、横浜サムズアップ、サムズアップで、恒例の影山北郎バンド、はい、のライブがあります、これも何回目ですか、8回目かな、あ、そんなに、8回目ですか、8年ってことですか、そうです、で最初からゲストにいらっしゃっていただいてるのが内海俊勝さんでございますので、師匠、もうそろそろ変えた方がいいんじゃないですか、はい、いや変えないですよ、でこれなんでかって一回でやめようと思ったんだけど、内海さんが、で誰か死ぬまでやろうぜっていうのが頭の中って言われて、そんな調子のいいこと言ってました、お願いしますよ、そんな涼しいこと、あ、そうです、じゃあずっと続けようってことで、うん、ね、やっております、いつも、ね、いつも満杯ですよ、大体そうでしょう、なんだ増えて、ね、ね、うん、私も何回か行ったことありますけど、すごい溢れんばかりの応援で、よろしくお願いします、ね、来年水曜日なんですね、水曜日、水曜日、うん、はい、3月この番組のある時です、そうですね、うん、行けたら行こう、うん、サムズアップです、よろしくお願いします、ね、辰巳さんもそう、クレイジーソースで、はい、あの何バンドっていうわけではないか、何バンドってわけでもないですね、辰巳さんと長本田さんと、うん、あと後藤直人さんと、うん、さんで、うん、前回はね、前回の時はケニー井上さんがいたりとか、うん、まあいろいろこう変わったりするんですけど、あ、そうだったね、まあ、楽しみ楽しみで、ね、うん、ね、ぜひぜひ、いい、ね、ぜひぜひですよ、来てください、キャロルのナンバーもやりたいと思っておりますわお、キャロルちゃんが歌うの、ちょっと頑張ってみようかな、クーニャン、クーニャンじゃない、やめてくれそうですか、じゃあ最後の曲いきましょうか、ね、はい、かけられますか、ね、大丈夫ですか、まあ、BGM でもいいけど、ね、BGM で、じゃあ、これも好きです、はい、内海さんの曲を辰巳さんがカバーしております、はい、じゃあやってみましょう、はい、街、やってみましょう、わおやってみましょ う, しょう、これどうしましょう、ちょっと聞いたら、じゃあ BGM で、ちょっと聞いたら BGM で、はい、いいところぐらいで、まだ45分までだから、あ、見えないか、あと2分ぐらい、うん、2分もないから、うん、46分だったら1分喋ってあれしましょう、はい、君の待つ街へ星を頼りに、この街はそろそろ BGM で、新宿です、新宿ですか、やっぱり行きますよ、思いっきり新宿です、はい、
いい歌だな、はい、ね、ね、なんかね、自分 の曲を他人が歌ってるって聞くのを聞きながらね、お別れするのもなんですが男なんね、ちゃらちゃん、でも今日はありがとうございます、呼んでいただきましてありがとうございます、本当に兄弟番組みたいなもんなんで、ね、そうですね、しましょうよ、そうですね、本当ですよ、うん、また来年もよろしくお願いします、はい、こちらこそよろしくお願いします、はい、うん、どうもありがとうございました、はい、はい、じゃあ聞きながら次のコーナーに、ありがとうございます。毎日飲んでんだもん、あなたもそうです、いや僕はちょっと控えてる、この年の瀬に来てくれた、はい、ね、暇なところありがとうございます、とんでもないね、ありがとうございます、呼んでいただきましてありがとうございます、ね、はい、キレが良かったですね、そうですね、良かったですね、バッチリです、はい、バッチリじゃないですか、ありがとうございました、うん、ね、来年これ3月6日横浜サムズアップありますので、ぜひ来ていただければと思います、ゲストうちでとして一緒でございます、よろしくお願いします、またふざけたことばっかり言ってますでもね、そういう北原ちゃん結構真面目にやってますよね、真面目にやってますよ、ちゃんと北原ちゃん真面目、それ俺たちが壊してるだけです、壊し屋さんです、いや楽しい壊しでね、ぜひ、うん、よろしくお願いします、ね、北野ちゃんほら、うん、あれでしょ、はい、あの北野ちゃんも番組あるじゃないですか、金曜日、うん、明日明後日あります、ね、金曜日、金曜日2時半から3時、ね、畑と音楽といいお店、いいお店で来年もやります、ね、聞きどころは、聞きどころ、はい、うん、何かな、うん、何かなって感じね、そうですね、聞いてください、結構無茶振りします、来年もまた、はい、よろしくお願いします、ね、よろしくお願いします、あー楽しかった、あー、わー